仲間との冒険、喜びも悔しさも全て君の物語だろう。未知の敵に挑む、闘志を燃やして歪む時空超えるライバル。時代始めよう。スーパードラゴンボールヒーローズ、気づいた伝説を超えろ少年よ。スーパードラゴンボールヒーローズ、立ち上がれサギンガイチヒーロー。悟空 VS 国威の戦士、それぞれの戦いの行方。暗黒ドラゴンボールで得たこの力、試させてもらうぞ。寸劇だ。よし、なあジレン、ここはオラにやらしてくんねえか。あいつもサイヤ人みてえなんだ。好きにしろ。凄まじいパワーだ、カカロット。お前がここまで力をつけるとはな。オラを知ってんか。おめえ何者だ。力を求め過去を捨てたサイヤ人の下級戦士さ。大したことないわね。なめるなよ。潮時だな。力の差がありすぎたな。消えろ。なっ、ついやっちまった。どういうつもりだ。いや、そのジレン、お前な、確かにその子は敵だけどな、だけどだからって何も殺すことはないじゃないか。では貴様が先に消えろ。ジレン、あれ死んでない。
しびれたわ。え、あなたのその優しさ、はっきり言ってタイプだわ。顔もよく見たら素敵だし。私のダーリンには指一本触れさせないんだから。ダーリン、こいつがフルパワーと。戦士だったはずのお前がここまで強くなれたんだ。俺もまだまだ強くなれん。アイオス先輩、やはり君だったか。時の巻物は返してもらいます。そんなに欲しいなら力ずくで奪ってごらん。時の海王神様たちがなんか話してるみてえだな。アイオス様は時空をどんどん消そうとしてるけど、これ以上時空を消すことはオーラがさせねえ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ新次元の決戦迫り来る時の力、絶対見てくれよな。